どんな感じだったかっていうのをね、はい、見ていきたいんですけども、時間足りなかったです。ノースーナー何回出してんだろうね、これ。まあ、多分8割は超えてるんじゃないかな。おー、なるほど。100万人以上の人にあなたの間違った回答を見られて酸素照らし合わせないと解けないから。始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は。はい、ハローであるーです。はい、ルーやってきましたんで、はい、いよいよですね、はい、慶応終わりました。終わりました。はい、そうですね。なんか自分の受験もこれで一応終わりで。そう。はい。早かったっていうか、慶応しか受けなかったっていう、ね。そうなんですよ、はい。結局、まあ、受けなかったんで。受けなかったです。はい、ということで、どんな感じだったかっていうのをね、はい、見ていきたいんですけども、まずは、小学部ですね。小学部、はい。昨日行われた。そうですね。はい。小学部。まず英語。はい。が。はい。どうでしたか？いやー、時間足りなかったです。あ、そうだ、ね。はい。時間足りなかったですね。なんかでも、長文読みやすかったんで。お、そうだった、ね。なんか難しくはなかったのかなって思いました、ね。いや、もうここに来るまでに解こうと思ったら電車で寝ちゃいました。後ろの方はね、記憶に残ってんだよね。やった、はい。文法とかはね、記憶に残ってるんですけど。うん、後ろの方どうなんだろう？間違ったのかな？これさ、やっぱり教えときゃよかったなって思って。一応こっちは自信あるんですよね。はい、動詞変換。動詞変換は簡単だった。あ、本当ですか？だからかな。やってて、簡単だな、はい、と思った。こっちはなんか本当後ろ見た、だからちょっとなんか前後見たら大体埋まっちゃうようなもんばっかだったんで、問題ないんですけど、ちょっとこっち名詞が自信なかったです、ね。うん。今日これね、はい、パターンがあるんでね、それをちゃんとね、教えておくべきだったなと思って。普通に時間なかったですね、ここは。結構最初からそうなんだ。そうなんだ。こっちからやればいいのに、簡単なのに。ゼロトラレンズとかね。まあ、そんなのも大事で。いや、でも文法やばかったかもしれないです。どうしちゃいますか？いますか。ノースーナー好きだよ。これノースーナー何回出してんだろうね、これ。継承でなんか同じポイントでしょ、これハードリーブ。あ、そうですね。そうそう、うん、何、なんかこれ好きだなって思って、なんかこれでいいのかなって思っちゃいますもん、解いた時。はい、前も出してるし、ね、うん、ちょっと特殊な形で、あ、これ、あ、迷いました。これでしょ、未来完了でしょ。いや、そっか、そうだよな。34はノーマタハウ、そうですね、はい、うん、さっきのノーマタって出てて、うん、で、あ、そう、プレイアパート、ね、うんうんうん、プレイアパートによく出すよね、これね。で、次が、うん、ドリームはフルフィールです、はい、フルフィール、あー、フルフィールだ、フルフィールが、なんかウィズつけたっけなみたいな、ビーフルフィールウィズだったらあれだったかな、ちょっと迷っちゃったんですけど、ドリーム使いますって、はい、あ、よかったよかった、あー、やっぱ悩むと思ったんだよなパラレルなんだよ ね、いや、そうですね、パラレルを似てるって意味なんでね、ちょっとこれは迷ってこっちにしちゃいました。はい、あのね、ミラーと間違えちゃうの、このモニターって見ると、ミラーがまさにそれと同じであるとか似ているって意味なんで、モニターって見るとそれかなっていうふうに言っちゃうんですけど、パラレルなんです、いやー、ってことは7分の5ってことですよね。はい、微妙だな、はい、はい、ということでした。はい、はい、こんな感じで、じゃあ小学部は、うん、はい、まあ、ま、この後今日解こうと思います。はい、日本史は？日本史が多分できました。おお。はい。なんかその、自分、経済だったんで、はい、1600年以降を重点的にやったんですね。うん、はいはい、で、小学部って全範囲出るじゃないですか。うん、で、なんかその、大門一が、それこそ鎌倉とかそこら辺のところだったので、最初、ものすごく戸惑ったんですけど、はいはい、やっぱ、あるんで、五軍が。なるほど。で、あったから埋められたのと、あと、記述が難しくなって。なるほど。普通に解けましたね。はい。で、1600年以降は結構自分の中では得意分野だったんで、うん、迷って、のが本当最後の方ですかね、最後の問いにの記述で結構難しい問題が多かったので、おうおうおう、まあ、ここ 2点ぐらい落として、まあ、多分8割は超えてるんじゃないかな。おー、なるほど、はい、まあ、やっぱりね、ね、この日本史には世界史用語をぶつけてくる、うんうん、世界史には日本史用語をぶつけてくるっていうですね。結構入ってますね。1972年何、ニクソンが訪中した年じゃない。ああ、あれ、ただそんな感じだった気がする。あ、ニクソン訪中って覚えたの。あ、そう、あってます、あってます。それです。そう、アイゼンハウアーとかイザナギ景気とかね、うん、はいはい、その辺の、はい、まあ、経済学部やってたらやっぱその景気球はバシッと押さえとかないとあれなんで大丈夫でしたね。なるほど。あと2015年のやつまで出たんで、うん、なんかすごい、本当だ、あ、そこまで出すんだって思いました。そういうところまで出てきたわけですね。すごい数がやっぱりこの相変わらず75とかさ、いや、そうですね、5軍の数が相変わらず、うん、多いですよね。すごいよね。なんでも南下したらしいんですけど。はい、ね。大丈夫でした。はい。はい。はい、では、はい、行きましょう。論文テストはどうだったんですか、これ。これが、第一問は、普通にできました。はい。はい、普通に、なんか日本語というか、まあ、ちゃんと論理的に読めれば問題ないんですけど、はい、大問2が、
ちょっとやらかしましたね。なんか結構計算がものすごく出て、なんか相当みたいな。うんうんうん、なんですか、ね、分けるわけですか、相当。そうなんです。相当の仕組みみたいな。を、うん、何種類かあって、みたいな。それの埋めてくる。ログとか書いてある。へぇ。なんかほぼ使わなかったんですけど。けど、まあもちろんこれにもちょっと惑わされるし、みたいな。で、量が多かったんですよ。なんか、純粋に、うん。なんで、自分やっぱ文系だったんで、うん、結構苦しめられてたなっていう感じですね。なるほど。はい。じゃあ、続いて、経済か。はい。今日好評動画出しましたが。いや、もう見ました。もう見たんだ。見ました。で、科目別に。はい、そうですね。どんな感じだったか言っていきましょう。はい、まあ、あとね、バズってね、ツイッターで。あ、バズってましたね。そう、バズって、だからもう、100万人以上の人に、あなたの間違った回答を見られて。説明させてください、本当に。はい。はい、ちなみに、あの問題だけだとね、答え判断できない。あ、そうですね、はい。だからみんなわかんないと思いますけど。はい。し、あとあれでね、取材の依頼とかも来たし。あ、そうなんですね。よかった、すごくて。はい。じゃあ、どうだったか。まず英語どうでしたか。そうですね、英語は、ね、個人的には、耐えました。はい、はい、大丈夫でした。というのも、さっき採点したんですよ。うん、その森田先生のやつ見ながら採点したら、はいはい、マーク部分、足切りの部分で7割超えてたんで、はいはい、おそらく足切りは回避できた。よかった。はい。っていうのと、自由英作の方が、はい、まあ、引用もしっかりして、反論もして、150字ぐらい埋めれたんで、はいはい、そこまですごく、なんかミスったとかなかったですね。はい。大門4はボロボロだったけど。あ、ボロボロだったけど。それなんですけど、もともと、あれだったじゃないですか。ずっと、和文英訳ですよね。はい、もう和文英訳は、ちょっと半分捨てる気持ちでいたんですよ。ああ、なるほど。なんか、最初の1,2,3の仕切りのところをしっかり取って、ちゃんと英作文を書いて、で、余った時間で問い物をやろうみたいな感じだったんですけど、まあ、今回変わったじゃないですか。はい、で、変わって、まあ、もちろん焦ったんですけど、うん、いや、もうこのまま行こうと思って。はいはいはい、で、もう最初1,2,3解いて、で、5解いて、で、4見たら、うん、あの、3と照らし合わせないと解けないから。っていう問題だったんで、覚えてないやばい、覚えてないってなって、ちょっとボロボロでしたね。はい、いや、最初に説問読まなきゃ。いや、そうなんですけど、ちょっとなんか気持ち的に読めなかったですね。1,2,3と5をもしっかりやるっていう感じで。はい。さてさて、じゃあ、はい、日本史はどうでした？日本史が、ちょっと自分、日本史が少しちょっとミスってしまって。はい。ちょっとやらかしちゃいましたね。なんか、うん、今回、マーク部分はそこまで難しくなかったんですけど、うん、ちょっと、論述で、ちょっと苦手なところを疲れて、うん、あの、地震の歴史。なんか言ってた、地震って言ってた、コメント来てた。そうなんですよ。地震の歴史が出て、ちょっと、おろそかでしたね、ここ。うん、なんですけど、もともとなんか日本史はしっかり、うん、結構自分の中でも得点源だと思ってたんで、うん、高めに設定したんであれなんですけど、うん、ちょっと悔しいっていう感じですね。なるほど。はい。めちゃくちゃやらかしたとかないんですけど、うん、悔しかった。そして、論文ですか？はい。小論文。あ、小論文が、あの、前にも動画で見てもらったじゃないですか。はいはい、なんで、問い1のその現代文的な部分に関してはおそらくちゃんと書けたんですね。はいはい、で、なんか問い2が小論文っぽくなかったんですよ、今年。なんか問題文にもあるんですけど、説明しなさいみたいな感じで。はいはい、確かに自分の意見も出すんですけど、はい、なんか現代文っぽかったな。あなたが電車に乗って席に座っており、隣にも人、こうと呼ぶが座っているとする。駅につき、ある人がこうの席の前に立つと、こうが席を立った、うん、課題部に基づきこの項の行動を思考的スタンスで説明できるような3つの異なる状況を設定し各々の状況における席を立つという項の行動の合理性について400字以内で説明しなさい。なるほどね、うん、東進さんが答え出してたんですけど、はい、まあそれとあんまり逸れてなかったんで、思考的スタンスって何ですか？なんか例えばその人間で結構他人の行動とかを、うん、言動とか行動を見て予測するじゃないですか、はい、その予測っていうのは相手のその行動というか考えに合理性があってこそ成り立つものみたいな感じで、うん、はい、それについてまあさっき言ったように3つ、うん、さっきの設定で3つ具体例出してそれについて説明するだったんで結構現代文っぽいっちゃ現代文っぽくっ、ね、その立った時に。あ、そうです。はい。おじいちゃんである、妊婦であるみたいなことですか？あ、そうですね。とか、自分は、本当になんか、臭い人とか書いてる。あ、そういうことね。そうなんですよ。逃げる側の、ね。はい、そうなんですよ。なるほど。みたいな感じだったんで、はい、まあ、初論文も悪くなかったのかな。なるほど。はい、思いますね。はい。果たして、どうだったのか、結果は、もう、迫っておりますが、はい。はい、楽しみに。待っていて。怖いな。もらえればいいんじゃないかと思います。はい。はい。ということで、ファイルにも出てきました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。